人生の一大イベント。裏手の放牧地から家の方へ牛を追いながら、アンは恋人小道を歩いていた。9月の夕方、木々の隙間や森を切り開いた開墾地には、日没のルビーの光が注がれ、溢れていた。小道のそこここにも夕日のしぶきが飛んでいたが、並木道はすでにカエデの影で覆われ、 もみの足元には大気に漂うワインのように透き通った紫の白棒が満ちていた。風がもみのてっぺんを揺らしている。薄暮れ時に風が奏でる音楽ほど心地よいものはまたとない。小道を下る穏やかで気ままな牛の歩みに合わせ、アンは夢見るように足を進めた。何度も口にするのはマーミオンの戦いの章。 これも冬に国語の授業で習ったもので、ステイシー先生に暗記するよう言われた作品だった。突撃する戦列、剣同士のぶつかり合いを心に描いてうっとりしていた。そして、槍を抱えた屈強な戦士たちは未だひるまず、真っ黒な森となって敵を跳ねつける、という行では、感極まってその場で立ち止まり目を閉じた。 まぶたの奥に勇敢な軍勢の一人となって戦う自分がありありと浮かんでくる。もう一度目を開けてみたら、今度はこちらに向かってくるダイアナの姿が目に入った。バリー家の畑につながる柵の門を開けて、なんだかもったいぶった顔をしている。何かニュースがありそうね。なんだろう、気になるな。でも自分から聞くのはやめておこうっと。 黄昏ゆく今日はすみれの夢色みたいじゃないダイアナ。生まれてきてよかったって気がするわ。朝起きるとやっぱり朝が一番だと思うのに、夕方にはこっちの方がずっと素敵だって思えるのよ。本当に綺麗な夕方ね、とダイアナ。それより、ねえ、ニュースがあるのよ、アン。なんだ、答えは3回までよ。 シャーロット・ギリスが結局、教会で結婚式を挙げることにして、アランさんから飾り付けを頼まれたとかと、アンの大きな声。はずれ。シャーロットの恋人が賛成しないわよ。誰も村の教会で結婚したことないんだもの。お葬式みたいだって思ってるのよ。意地悪よね。きっとすっごく面白くなるのに。次どうぞ。ジェーンのお母さんが、 誕生パーティーに OK を出したダイアナが首を横に振った。黒い瞳が楽しそうに揺れている。さっぱりわからない、の案は諦め顔。もしかして、夕べの祈祷会の帰りに、ムーディー・スパージョン・マクファーソンに送ってもらったとか当たりそんなことあるわけないでしょ。ダイアナが大声を出してむくれた。 もしそうだとして、自慢にもなりゃしないじゃない。あんな嫌なやつ。どうせ当たらないと思ってたわよ。今日お母さん宛に、ジョセフィンおばさんから手紙が届いたの。そしたらその手紙にね、来週の火曜に、あんと私を町へよこしなさいって書いてあったの。展覧会を見せてあげるから、泊まっていけばいいだって。どうだ、参ったか。ああ、ダイヤナ。 息も絶え絶えな案。カエの木に寄りかからないと倒れてしまいそうだ。本当にそう書いてあったのだけどマリラが行かせてくれそうにないわ。あちこち遊び歩くのはいただけないって言うだろうし。先週だってジェーンがツーシーターの馬車に乗ってホワイトサンズホテルで催されるアメリカ人のコンサートに行こうって誘ってくれたのよ。どうしても行きたかったのに。 マリラの意見では、私は家で勉強するべきだし、ジェーンもそうなんだって。私、もうがっかりしちゃったわ、ダイアナ。心が砕けてしまったから、寝る時にお祈りを飛ばしたの。でも、後から気が咎めたから、真夜中に起きてお祈りしたわ。こうしたらどうとダイアナ。うちのお母さんからマリラに頼んでもらうの。これならマリラも行かせてくれそうでしょ もし行けるとしたら、うんと楽しくなるわ、アン。展覧会には行ったことがなかったから、他の子が行った時の話をしてるのが聞こえてくると、すっごくイライラするのよ。ジェーンもルビーも2回も行ってるのに、今年もまた行くんだもの。行けるかどうか決まるまで考えないでおく。アンはそう決めた。 もし今から期待して、その後がっかりなんてことになったら耐えられそうにないわ。だけどいけることになったら嬉しいな。新しいコートが出来上がってる頃だもの。マリラは新しいコートはいらないって考えたのよ。前から着てるコートであと一冬十分間に合うし、新しい服を作ってもらったんだからそれで我慢しなさい、だもの。今度の服とても綺麗なの、ダイヤな。 ネイビーブルーで流行のスタイルよ。この頃マリラはいつも服を流行に合わせて作ってくれてるの。マシューがもうリンドさんに私の服を頼みに行ったりしないように先手を打ってるんだって。だから私嬉しい。いい子でいるのは流行の服を着てるとずっと楽チンなのよ。少なくとも私はそう。もともと善人ならどっちでも変わりないんだろうけどね。 で、マシューが、私にコートを作るように言ってくれたから、マリラが素敵な青のブロードクロスを買ってきて、カーモディの本職の仕立て屋さんにお願いしてるの。土曜の夜に出来上がるのよね。でもなるべく日曜日のことは想像しないようにしてるんだ。身長のコートとドレスに帽子をかぶって、教会の通路を気取って歩くなんて、なんだかいけないことみたいだもの。 だけどついつい考えちゃうわ。帽子もとっても可愛いのよ。みんなでカーモディまで出かけた日にマシューが買ってくれたのよ。今大流行の青いベルベット製で金の飾り紐と房がついてるの。ダイアナの新しい帽子。あれ上品よね、ダイアナ。それに似合ってるわ。先週の土曜日にダイアナが教会に入ってきた時、 この子が私の一番大事な友達なんだって思えて鼻が高かったわよ。服のことばかり考えてるなんて不謹慎だと思うマリラはとても罰当たりなことだって。でも話してると楽しいんだもの、そうじゃない結局マリラはアンを街に行かせることを承知し、バリー氏が来週の火曜に子供たちを連れて行く手はずになった。 シャーロットタウンは30マイル離れていて、バリー氏はその日のうちに帰宅したかったので、朝早く出かけなくてはならなかった。しかしそんなこともアンにとっては楽しみのうちだった。火曜の朝は日が昇る前に目を覚ましていた。アンは窓から空を覗いてみた。今日は一日いい天気。 呪いが森のモミの向こうの東の空が銀色に輝いている。雲一つないわ。小の隙間から果樹園坂の西の霧妻に明かりが一つ輝いていた。やっぱりダイアナも起きているのだ。マシューが火を起こす頃までにアンは着替え終わっていた。マリラが降りてきてみると、すでに朝食の準備が出来上がっていた。 が、興奮しすぎて自分の分に手がつかなかった。朝食の後、おろしたちの粋な帽子とジャケットを身にまとい、小川を渡ってもみの小道を抜けて、アンは果樹園坂に急いだ。向こうでは、バリー氏とダイアナがアンを待ち受けていて、間もなく馬車の旅が始まった。馬車の旅は長かったが、アンもダイアナも嬉しくてしょうがなかった。 早朝の赤い太陽に照らされて、梅雨に濡れた道を馬車に揺られてガタガタ行くのは楽しかった。道路沿いに続く仮入れ後の畑が少しずつ赤く染まっていった。爽やかですがすがしい空気。ぼんやり青みがかったもやが丘のくぼみに沿って曲がりくねり、丘の斜面から漂い流れていく。街道は時に森を突っ切って、 シンクの小旗を飾り始めているカエデを見せてくれた。時には川に架か,かった橋に続いて、相変わらず楽しさ半分、怖さ半分の案は、橋の上で身がすくんだ。またある時は、港のある岸辺に沿ってうねうねと曲がりくねり、風にさらされ灰色に脱色された釣り小屋がせせこましく立ち並ぶ脇を通り過ぎた。 今度は丘を登っていく。丘の道からは、はるか遠くに続いている高台のうねった背や、もやに青く霞んだ空を目にすることができた。ただ、どこに道が続いていても、話題にことかくことはなかった。街に足を踏み入れ、ナ屋敷に到着した時は、お昼時に近かった。ナ屋敷は、 昔ながらの素晴らしい大邸宅であり、通りから引っ込んで、緑のニレと枝を伸ばしたブナの影に隠れていた。ミス・バリーがわざわざ玄関まで出迎えてくれた。黒く鋭い瞳をキラキラさせている。ようやく会いに来てくれたね、アンジョーちゃん。とミス・バリー。おやまあ、まだ子供だと思ってたのに大きくなって。あたしより背が高いじゃないの。 それにこの間会った時よりずっと綺麗になってるわ。あら、こんなこと言わずもがなでわかってることだわね。そんなことないです。知りませんでした。とう嬉しさを顔ににじませている。そばかすが前ほどじゃないのは気がついていましたから、ずいぶん気が休まってたんです。でも他にもマシになったところがあるなんて、本当に思ってもみませんでした。 少しは見込みがありそうと思っていただけるなんて、あたしとっても嬉しいです、ミスバリー。バリー城の家屋敷の調度品は、帰ってからアンがマリラに語ったように、どれも目が回るほど豪華なものばかりだった。豪勢な客間に通されても、田舎からやってきた二人の子供たちは妙に落ち着かず、調度品の数々を堪能するどころではなかった。 バリー城は二人をそこに残して、晩餐の準備が届りないか監督に行ったのである。まるで五点みたいじゃないひそひそ声のダイアナ。私今までジョセフィンおばさんのお屋敷に来たことがなかったのよ。こんなに立派だなんて思わなかった。ジュリア・ベルに見せてやりたいわ。あの子ってば、お母さんの客間のこといつも自慢してるんだもの。 ベルベットのカーペットだわ。豪華さに圧倒されてため息をつくん。それにシルクのカーテン。どれもこれもずっと夢見てきたものよ、ダイアナ。だけど、なんていうか、こうしたものに囲まれてると気が休まらないものなのね。この部屋にはあまりにもたくさんものがありすぎるのよ。どれも素晴らしすぎて想像の余地がなくなっちゃうんだわ。 貧乏にも一つ良い点が見つかったわ。想像できることがたくさんあるってことよ。その後何年か、アンもダイアナも町に滞在したことをたびたび振り返ることになった。はじめから最後に至るまで、思い出に残る楽しい出来事が目白押しだったのだ。水曜日には、バリー城は二人を引き連れて展覧会の会場まで出かけ、 会場で一日を過ごすことにした。素晴らしいの一言だったわ。帰ってからアンがマリラに話して聞かせた。あんなに面白いなんて想像してなかったもの。どの展示が一番面白いかわからないくらい。馬と花、それから刺繍の展示が一番気に入ったかも。ジョージーパイがレース折りで一番だったのよ。ジョージーが一番で嬉しかったわ。 それに嬉しいと感じたことも嬉しかったの。だって進歩してるってことでしょそう思わないマリラ。ジョージーのいいことを祝ってあげられるんだもの。ハーモン・アンドリューズさんは、グラーベンシュタイン種のリンゴで二等賞だったし、ベルさんは豚で一等賞だったわ。ダイアナが日曜学校の校長先生が 豚なんかで賞を取るなんて変な気がするって言ってたけど、そうは思わないな。マリラも変だと思うベルさんが真面目な顔でお祈りをするたび、必ず豚のことを思い出しそう。だって、必ず豚のことを思い出しそう。だって。クララ・ルイーズ・マクファーソンは絵で賞を取ったし、リンドさんは自家製のバターとチーズで一等になったわ。 アフォンリーがずいぶん目立ってたってことよね。あの日リンドさんが展示会に来てたんだけど、実はおばさんのこと好きなんだなって初めて分かったの。知ってる顔を見つけて嬉しかったのよ。周りは知らない人ばかりなんだもの。会場には何千人もお客さんがいたんだから、マリラ。自分がちっちゃな米粒になったみたいな気分だったな。あとね。 ミス・バリーが正面観覧席で競馬を見せてくれたの。リンドさんは断ったわ。競馬なんか言語道断で、教会の一員である自分は良き模範となるべく競馬に近寄らないでいるのが義務だと思うって言ってたわ。でも、あんなにたくさん人がいたら、リンドさんがいなくてもきっと誰も気がつかないわよ。それでも、 あまり何度も競馬に行くのは良した方が良さそうだ。だってすごくのめり込むんだもの。ダイアナなんか大はしゃぎ。あの赤い馬が勝つと思うから10セント賭けようっていうの。勝てそうな馬だと思わなかったけど賭けはやめておいたわ。後からアランさんに見てきたことを全部話したかったからなのよ。競馬で賭けをしましたなんて言えないじゃない。 牧師の奥さんに話せないようなことは悪いことだもの。お友達に牧師の奥さんがいるって、もう一つ両親が増えたようなものでいいことだわ。それにかけないで正解だったのよ。赤い馬が勝っちゃうんだもの。危なく10セントをなくすところだったわ。良いことをしてればちゃんと報われるってことよね。気球に乗って空にぷかぷか浮いてる人がいたわ。 私もいつか気球に乗れたらいいんだけど、マリラ。きっと続々よ。おみくじを売ってる人も見かけたわ。10セント払うと小鳥がおみくじを引くの。ミス・バリーがダイアナと私に10セントずつ渡しておみくじを引いてごらんって言ってくれたわ。私の運勢では、色黒でお金持ちの男性と結婚して海の向こうで暮らすんだって。それを読んでから、 色黒の男の人に出会うとじっと観察してみたけど気に入る人はいなかったわ。まあとにかく今から見つけ出そうなんてまだ早すぎるわね。それにしても忘れ得ぬ人はあの日のことよマリラ。疲れすぎて夜眠れないくらいだったもの。約束通りミス・バリーが客用寝室で寝かせてくれたの。格調高い部屋だったわマリラ。 だけどどうも客用寝室で寝るって私たちが思ってたのとは違ってるわ。これが大人になることの欠点ね。私にもだんだんわかってきた。小さい時に憧れてたことって現実になるとそれほど素晴らしくなくなるのよ。木曜日には二人とも公園にドライブとしゃれ込んだ。午後になるとバリー城に連れられて 二人は音楽アカデミーのコンサートを聴きに行った。有名どころのプリマドンナの歌がその日の目玉だった。案にしてみれば、その晩は喜びに満ちた光きらめく幻想世界そのものだった。ああ、マリラ。言葉では言い尽くせない。すごくドキドキして何も言えなかったのよ。この私が。これでもう、 どんなだったかわかってもらえるわよね。口も聞かずにじっと座っているだけ。ただうっとりなのよ。マダムセリツキーって美の極地よ。白のサテンのドレスにダイヤモンドの飾り。でも歌が始まると他のことなんか考えられなくなっちゃったわ。ああ、あの時のあの感じ。どうしても言葉にならない。そうね。 善人への道はもはや遠からずって気がしたわ。まるで夜空の星を見上げてる時の気分だった。涙が溢れてくるんだもの。でもそれはね、幸せの涙なのよ。幕が降りるのがすごく辛かったわ。だからミスバリーに行ったの。当たり前の生活に戻れそうもないって。そしたら、 通りの向こうのレストランに行ってアイスクリームでも食べればそんな気分も吹き飛ぶんじゃないかねだってその時はなんて身も蓋もない言い方だろうって思ったけどなんとびっくり実際その通りだったのよ美味しいアイスクリームだったわマリラ夜中の11時にレストランでアイスクリームを食べてるなんてとっても素敵だし贅沢な気分よ ダイアナは町の暮らしの方が向いてそうなんだって。ミス・バリーに私はどう思うか聞かれたけど、本当は自分がどう思ってるかしっかり考えてから返事するって言っておいたの。それでベッドに入ってからじっくり考えてみたのよ。考え事をするにはちょうどいいもの。私の結論はね、マリラ。自分が町の生活には向いていないことと、 それが気に入ってるってこと。夜中の11時にきらびやかなレストランでアイスクリームを食べるのもたまには悪くないわよ。でもそれよりはいつものように東の霧妻で11時にはぐっすり眠っていたいの。そして寝ていてもなんとなく感じてるのよ。窓の外に星が輝いているのも、風が小川の向こうのもみの間を吹き抜けていくのも。 朝起きてから朝食の席でミスバリーにそう言ったら笑われちゃった。ミスバリーって大概私が何か言うと笑うのよ。こっちが真面目に言ってる時もそうなんだもの。そういうのあまり好きじゃないな、マリラ。だって笑わせようってつもりじゃないのに。それはそうと実際とても親切な方だし、素晴らしいおもてなしをしていただいたのは確かね。 そして金曜、ついに帰宅の日になり、バリー氏が馬車で子供たちを迎えに来た。さてと、楽しんでもらえたかしらね、とバリー嬢。別れの挨拶をするときのことである。本当に楽しかったです、とダイアナ。あんたはどう暗情ちゃん。お邪魔してる間、ずーっと楽しいことばかりでした。そう言うと、 感情の赴くままに、アンは老婦人の首に抱きついて、シワの寄った方にキスした。こんなことするなんて大胆すぎるわ、とダイアナは、アンの行動に内心ひやひやのだった。予想に反してバィー城は喜んでおり、ベランダから遠くなる馬車が見えなくなるまで見送るのだった。そしてため息を一つつくと、屋敷の中に戻っていった。 若い爽やかな息吹が欠けた今、自分の家がとてつもなく寂しい場所に思えた。かなり自分本位な人。アリティに言うと、バリージョーという老婦人はそんな人だった。自分のこと以外関心がなく、他人がどうなろうと気にする性格ではなかった。人を判断する場合は、自分に何かしてくれるか、楽しませてくれるか。 それだけが基準なのである。アンは楽しませてくれる子だった。だからこうしてバリー状のメガネにかなったのである。ただ、今思い返してみると、アンの風変わりなおしゃべりよりも、何にでも新鮮に感動する気持ちや明けっぴろげな表情、どことなく人を引きつける様子、眼差しや口元の愛らしさの方がずっと印象に残っていた。 そういえば、マリラ・カスバーともバカなことをしたと思ったんだわ。孤児院から女の子を引き取るらしいと聞かされちゃうね。バリー嬢が一人ごっちだ。でも結局のところ、それほど間違いでもなかったらしい。もしいつもこの家にアンのような子供がいたら、私だって今よりずっと善良で幸せになるのかもしれない。家に戻る道々、アンとダイアナは、 来る時と同じように楽しい時間を過ごした。いや、もっと楽しかった。それもそのはず、旅が終わろうとする今、我が家が少しずつ近づいてきて、ウキウキしているのだから。日が沈みかけた頃、ようやくホワイトサンズを通り過ぎ、海岸道の角に差し掛かった。目を上げると、アボンディの丘陵が、 サフラン色の空を背景に影絵になって浮かんでいた。一行の後ろでは海の上に月が昇り詰めていく。高校と投げかけられた光を浴び、いつもと違う姿を表す海。曲がりくねった道沿いに点々と並ぶ小さな入り江を通るたび、さざ波が踊り戯れる不思議な光景を見せる。 崖下の岩場に柔らかく打ち寄せる波の絹ずれの音。磯の香りがすがすがしい。ああ、元気で我が家に帰れるって素晴らしいことなんだわ。そっと口にする案。小川の丸木橋を渡ると、グリーンゲーブルズの台所の明かりが瞬たたいて、お帰り、待ってたよ。とウィンクした。 開け放したドアの向こうに暖炉の火が輝き、暖かい真っ赤な炎が肌寒い秋の夜と対照的だった。元気いっぱいに斜面を駆け上って台所に駆け込むと、出来たてのご馳走がテーブルの上でアンの帰りを待っていた。ようやく帰ってきたね、とマリラが編み物を片付け始める。ただいま、ああ、帰ってきたのね、と嬉しそうなアン。 そこら中のものにキスしたいぐらい、あの時計にもよ。マリラ、チキンの照り焼きじゃない。もしかして、あたしのために作ってくれたとかああ、そうだよ、とマリラ。お腹が空いてるはずだし、馬車で長いこと揺られてきたんだから、何か食が進むものが良いだろうと思ってね。さっさと着替えておいで。マシューが帰ってきたら、すぐ夕飯にするから。 あんたが戻ってくれて嬉しいわ。ほんとにね。あんたが出かけてすっかりわびしい日が続いたもんだから、たかが4日が長かったわ。こんなこと初めてよ。夕飯の後で、あんはマシューとマリラの間で暖炉の前に陣取って、二人に見物してきた様子を一つ残らず話した。素晴らしい経験だったわ。あんは満足そうに締めくくった。 これで私の人生に一時代が隠されたと言えるかもねだけど一番素晴らしかったのは我が家に帰ってきたことよこのチャンネルは「不思議猫招マネキ」動画をお届けしていますチャンネル登録と高評価お待ちしています